冒険家の皆さん、こんにちは。えー、っと、今日は、えー、っとですね。あの、コロナウイルスで学校が、あのー、閉まってしまった場合、学校で授業をすることができなくなった場合に、学校の先生が急に Zoom のアカウントを開いて、えー、どういうふうに設定すればいいかを、えー、ご紹介したいと思います。はい。これは私の、あのー、 ズームアカウントの、えー、一番上のプロフィールのところですね。はい。えー、っと、学校の先生が急に、あのー、この o o m を使うことになった場合は、ここのパーソナルミーティング ID、PMI と言いますけど、この PMI を、これだけを使えばいいです。ここにこのリンクがありますから、これを皆さんのクラスの学生さんにシェアしてください。 えー、モバイルユーザーの人、スマートフォンとかタブレットを使っている人には、えー、この、ズームクラウドミーティングのアプリをダウンロードしてもらって、その後、えー、この、数字を教えてあげてください。ちなみにこれは <laughs> 僕の数字ですから、皆さんは、皆さんの自分のパーソナルミーティング ID ですね。それを、えー、教えてあげてください。はい。で、えっ、ー、と、そのアプリに、この、 10桁の数字を入れると、えー、すぐにその Zoom クラウドミーティングを始めることができるようになります。はい。えー、では今日はですね、この、えー、アカウントの設定で注意しなければいけないことを6つ、6個ですね。6つ、えー、ご紹介したいと思います。まず設定する場所に行くには、えー、このアカウント管理ですね、ここをカチッとクリックして、この中の アカウント設定です。アカウント設定。はい。今、クリックしました。ええー、とですね、一番最初に、あの、ええー、と、おすすめしたいのは、ここのホストの前の参加ですね。これをオンにしておくと、えー、あの、ホストというのは皆さんのことです。ここを、えー、オンにしておくと、ホストがいなくても、 えー、学生さんは、この、えー、ミーティングルームに入ることができます。えー、つまり、いつでも、えー、話し合いをすることができるわけですね。はい。はい。で、これが一番目です。次は、えー、っとですね。ミーティングにての基本。ミーティングにての基本の中にあるチャットですね。えー、これもオンにしていた方がいいです。 時々ですね、マイクが壊れてしまったりすると、えー、あのチャットであのコミュニケーションをしなければいけなくなるときもあります。それから、えー、学生の数が多いときは一人一人に話してもらう時間がないので、チャットにコメントをしてもらうという、そういう使い方もとても便利です。ですからチャットはオンにしておきましょう。はい、えー、3番目は、 共同ホストです。共同ホスト。あ、ここにありますね。はい。英語ではコーホストになっています。はい。えっ、ー、と、この共同ホストをオンにしておくと、ブレイクアウトルームの時に、参加者は一つのブレイクアウトルームから他のブレイクアウトルームに移動できるようになります。はい。えっ、ー、と、これはですね、クラス活動を、で、あのー、 たくさんするとき、つまり、ズームの中でたくさんの会話をしてほしいときには、これはオンにしておいた方がいいです。はい、えー。次は4番目。4番目は画面共有です。はい。今真ん中に来ました。この画面共有ですね。これも、えー、学校の先生が使うときはオンにしていた方がいいです。この画面共有、えー、スクリーンシェアーですね。これをオンにすると、 えー、先生は自分のパワーポイントを皆さんに見せることができるようになります。それからこの、えっ、ー、と、ここをですね、ホストのみにしていると、えー、皆さんだけが、えー、Google スライドやパワーポイントを見せることができて、他の学生さんは見せることができない状況になります。で、あの、普通はですね、こちらを全参加者、えー、これをオンにしておくといいです。 そうすると学生さんも自分で、えー、プレゼンテーションを、えー、クラスに対して見せることができるようになります。はい。それが4番目でした。はい。5番目はホワイトボードです。はい。ホワイトボードですね。えー、実はこれは僕はあまり使っていないんですけど、でも学校の先生の間の中ではとても人気が高いです。えー、例えば大きいホワイトボードには、 たくさんの人が同時に書くことができますよね。それと同じように、えー、このホワイトボードには、えー、参加者全員が、もう手書きで書くこともできますし、タイプで文字を、えー、あの、入力することもできます。はい。これもオンにしている人が多いですね。まあ、私もあまり使っていませんが、オンにはしています。はい。えー、と、最後が6番目。はい。 ミーティングにての中にあるあ、ミーティングにて詳細ですね。その中にある、えー、ブレイクアウトルームです。はい、えー。これも必ずオンにしておいた方がいいです。まあ特にその、えー、外国語の先生は必ずオンにしておいた方がいいです。なぜかというと、<laughs> なぜかというと、えー、今写真を撮られてしまいました。<laughs> いいんですけど、はいえー。なぜかというとですね、えー、例えばペアワークをしたり、 えー、グループディスカッションをしたり、そういう時には、えー、必ずこのブレイクアウトルームを使うことになります。えー、ブレイクアウトルームというのは、あのー、一、えー、つのアカウントの中で、あのー、みんなで話をするのではなくて、小さな部屋に分かれて話をする。それがブレイクアウトルームです。一、えー、つのあのアカウントでは、まあメインルームって言いますが、メインルームには100人まで入ることができます。で、 えー、一、まあ、つのアカウントには100人まで入ることができて、で、五、えー、50個のこのブレイクアウトルームを作ることができます。ですから、百、えー、100人いてもペアワークを、えー、50組作ることができるわけですね。えー、これはとても便利ですので、えー、言葉の先生は必ずオンにしておいた方がいいと思います。はい。えー、それでは、えっ、ー、と、この外国語の先生が急に 学校で授業ができなくなってしまった時に、ズームをどうやって設定するか、えー。このトピックについての私のビデオはここまでにします。はい、見てくれてありがとうございました。さようなら。